わしの名はアリストテレス、万学の祖と呼ばれておる。今回は潤滑、摩耗、摩擦を改善するため新たな添加剤の開発に取り組む研究を紹介するぞ。さあ一緒に扉を押し開こう。ここは崇城大学工学部機械工学科、武田雄介助教の研究室じゃ。一体どんなことを研究しておるんじゃ？私が今研究しているのは自動車や機械に用いられる潤滑油について研究しています。機械や自動車の中にこういった動く部分にはこの抵抗を減らすために軸受けというものが、たくさん使われています。まあ、身近な例でいきますと皆さんが乗られている自転車にも、車輪であったりペダルの根元にはこういうものが入っています。これだけでこのベアリングだけでも十分、スムーズな動きをするんですけれども、やっぱり鉄でできてますのでいずれ錆びついてきたり摩耗してしまいます。でそうすると動きが悪くなってしまいます。車であれば燃費が悪くなったり、そのまま放っておきますと動かなくなってしまいます。当然このベアリングは原発であったり発電所、いろんな化学工場の中などにも使われてますので、壊れてしまうと大損害を与えてしまうことになります。まあ、そういったものを防ぐためにこういう軸受けを使うときには、潤滑油、いわゆるオイルを添加しオイルにつけて使ったり、まあ、グリスを塗って使ったりして、摩耗が起きにくくしたりします。一緒に共同研究をしている企業さんが、新しい成分が入った潤滑油であったり、まあ、既存の潤滑油に新たに追加する添加剤というものを、新しく開発していますので、まあ、私の研究室の方ではその、潤滑油や添加剤の性能がどれぐらい良くなっているのか、こういう軸受けがどれぐらい寿命が伸びるかという基礎データや実験等を、行っております。ふむふむ、具体的にはどんな研究に取り組んでおるんじゃ？具体的に言うと、まずはそもそも新しいオイルの中身がどれぐらいこの寿命に影響するのかということをまずは測っています。軸受けをですねずっと回し続けて壊れるまで回し続けるという機械があります。でそこにオイルを入れるんですけれども、そのオイルをどのオイルを入れたかによってこのオイルでは壊れるまでに何日間かかりましたという形で、ベアリングというのは設計上ですねもう10年ぐらい持つように設計するのが普通なんですけれども、まあ、研究で一個一個10年かけてたらちょっともったいないので、そこはあの実験機の中でこの玉の数をわざと減らして過酷な条件にして、加速試験といって時間を短縮するような試験をして、オイルの違いによってこの軸受けがどれぐらい寿命が伸びるのか影響するのかというのを研究しています。でまた見えないこの潤滑状態というものを可視化装置というものを使って外側の部分を鉄などで当然透視することはできないので、このベアリングの玉とこの外側の外輪という機構を透明な特殊なガラスに置き換えて、でここにこの見えない部分に潤滑膜がどういう形で形成されているのかというのを実際に見ています。でそういったことをすることによっていいオイルは潤滑膜が厚くなる、まあ、よくすぐ壊れるようなオイルは潤滑膜が薄いというような、まあ、あの例え単純な例えですけども、そういった関連性というものを調べて、実験をしていっています。武田助教の研究は今後どのように生かされていくのじゃ？潤滑油の中にも実はこの成分を入れるだけで劇的に潤滑性能が良くなるという可能性はまだ残されていると思います。なのでそういったところを調べていきたいなというのもありますし、まあ、動く機械、ロボットにしろ自動車にしろ動かすときには駆動損失、機械損失というものが必ず出てきます。でそういったときにこの軸受けの潤滑が改善して機械損失が減ることで、いわゆる車であれば燃費が良くなる、いわゆる CO2 の排出量が減ってくる、まあ、発電所であったりモーターにすると駆動電力を下げられるということで、電力も結局のところはどこからか発電しなきゃいけない、まあ、そのエネルギーが減ってくるということで、まあ、総合的に見て地球環境の省エネルギー効果には働くというふうに考えています。崇城大学工学部機械工学科の活躍がますます楽しみじゃ。